高知会。高知会は、自由民主党の派閥であるものの、分裂により二つの高知会が並立した時期がある。本記事では、加藤派旧加藤派小里派谷が旧派の通称で、呼ばれた、高知会について記述する。2000年の加藤の乱において、当時の高知会会長だった、加藤孝一を支持したグループによる派閥だった。この項目では、有林会についても扱う。 2000年の加藤の乱を受けて、2001年に宮沢貴一、小鎌子虎、反加藤グループは、堀内光雄を代表とする、高知会、堀内派を結成し、加藤派を離脱。加藤支持グループは、改めて、加藤を代表とする、高知会、加藤派として、活動を始めるが、大半の議員が堀内派へと移ったため、第二派閥から第六派閥へと転落した。 2002年3月に、加藤が自身の秘書が逮捕される事件を受けて、自民党を離党、派閥大会、議員辞職したため、小里里里氏が旧加藤派会長代行を務め、その後、正式に小里派会長に就任した。2003年に、加藤が衆院選で当選し、また会すると名誉会長に就任する。2005年8月、小里が政界引退を表明。 同年9月、小里派最高顧問だった加藤が派閥を離脱したため、会長に谷垣定一を選出して谷垣派となった。少数派である分、結束力は強く、谷垣が2006年自民党を総裁選に出馬する際も、総裁候補派として一致結束して谷垣を支えた。総裁選では最下位に終わったが、とりわけ国会議員票において、 想定以上の票を集めるなど、総裁選出馬には一定の意味があったとする見方が多い。総裁選後成立した第一次、安倍内閣においては、閣僚、党三役への登用はなく、外務大臣に留任した麻生太郎との処遇の差が際立つことになった。一方、衆議院議員運営委員長には、谷垣側近中の側近の藍沢一郎が就任した。9月の第一次、 安倍内閣退陣後の2007年総裁選では、谷垣自身の出馬が検討されたが、福田康夫が出馬を表明すると、いち早く派として、支持を打ち出す。第一次、安倍政権で礼遇されたことや、安倍と近い関係の麻生に反発する向きもあったため、谷垣派は、福田支持で固まり、福田政権への流れを作った。続く、党役員人事で、谷垣が政調会長となり、 主流派に会議在った。第一次、安倍内閣退陣後の麻生包囲網を受け、谷垣派と小川派の関係は緊密化し、2007年末になって麻生派抜きの中高地会として小川派と谷垣派が2008年5月にも再合流することで両派閥合意し、2008年5月13日、小川派に合流した。新高地会では小川が派閥会長になったものの、 旧谷垣派からは谷垣が代表世話人に、川崎次郎が副会長に、藍沢一郎が事務総長に、それぞれ就任した。2009年、自民党が野党に転落した第45回衆院選では、高知会も所属衆議院議員を25人と半減させたが、第1派閥の政和政策研究会、第2派閥の平成研究会が、それぞれ1、3に、2 議席数を減らしたため、衆議院では第一派閥となった。麻生の総裁退任を受けた9月の2009年総裁選では、谷垣定一が勝利。自派も含めて幅広く支持を集めての圧勝だったが、小野寺一則が、自ら立候補を模索した上河野太郎支持に回った。ほか、菅義偉も、派閥を退会して、河野を積極的に支持するなど、総裁選は、 派閥単位の動きよりは世代対立の様相を呈した。高知会が総裁派閥となるのは前回の野党転落時の河野洋平以来14年ぶりだが、党中央への権限集中をもたらす小選挙区制が定着する一方、国政選挙での相次ぐ対調で議員の数も減った状況で総裁派閥としてのメリットを活かせるかは微妙な情勢となっていた。 自由民主党総裁だった谷垣が再選を目指し、2012年総裁選への立候補に意欲を示す中、谷垣の出身派閥の領袖である小川誠が若い人へバトンタッチするべきとして、谷垣の出馬に反対の意向を示した。谷垣に近い小川議員が反発する中、小川参議院議員から初めてとなる立候補を目指した。 林義政の支援に乗り出した最終的に谷垣は当時の執行部の一員で幹事長の石原信明が立候補することを受け執行部として候補を一本化するために立候補の断念に追い込まれたこうした状況に派閥内部では対立が激化小賀も会長職を辞任した小賀の会長辞任に伴い高知会は派閥の会長を 岸田文雄に前上し、派閥の座長に、林義政が就任し、小川名誉会長に就任した。これを受け、マスメディアでは岸田派と呼ばれるようになる。この過程で、小川の谷垣への再選不支持などに反発した谷垣に、近い愛沢一郎や川崎次郎などの、約10人の旧谷垣派出身議員が、大会届を提出した。また、党の関連に従い総裁任期中派閥を、 離脱していた谷垣が、総裁退任後も、高知会への復帰を見送り、高知会を退会した、藍沢らが谷垣により発起された、勉強会に参加するなど、事実上の分裂状態となった。2012年10月、旧谷垣派出身議員らが会合を開き、谷垣と川崎を顧問とした、政策研究会を立ち上げることを決定。同月31日、 谷垣政策集団となる、有林会を結成した。会の名称は、論語の、特福を必ず有林に由来し、人間の素直な本性のままに生きる者は、一人にはならない。いつしか同志が集まり必ず隣に人がいるものだ、という意味を持つ。古賀小川織脱した旧谷垣派系議員以外にも、9月の総裁選で、谷垣支持を表明していた、今村正弘や棚橋康文など、 無派閥議員も加わった。報道では谷垣グループと呼ばれることがある。既存派閥のように所属議員を締め付けず、派閥よりも緩やかな政策集団として活動する方針であり、他派との重複参加も認められる。また、派閥と異なり木曜日に定期例会を開催するのではなく、水曜日に勉強会を開催している。このため、派閥にこだわらない若手や、 情報交換を目的とするベテランの受け皿となっており、実際に岸田派の金子源次郎、竹下派の二野由里氏など、衆参七人の他派所属議員が参加している。その後、総選挙後に発足した第二次、安倍内閣に谷垣は法務大臣として入閣。2014年9月3日の内閣改造、党役員人事で幹事長に就任。約2年務め上げた。 また、メンバーである、中山元、遠藤俊明、山本光一が、第三次、安倍内閣以降、順次入閣している。安倍晋三首相は、2016年夏に予定されていた、内閣改造、自民党役員人事で、谷垣幹事長を続投方針であったが、2016年7月16日、谷垣がサイクリング中に転倒し、軽水損傷で入院。 谷垣は辞任の意向を示し、8月3日、幹事長は二階俊博に交代した。2017年に入ると、麻生派と山東派、番長政策研究所に谷垣政策集団も加えた合流へ向けた動きが模索されるが、谷垣は難色を示す。こうした中、2017年5月12日、麻生派、 三党派との合流へ向け佐藤を務む衆院議員ら6名が佐藤政策集団となる天元会を設立。佐藤ほか、棚橋康文、安藤博士、安倍敏子の4名は谷垣政策集団を離脱した。離脱した4名は麻生、三党両派と共に志公会に参加した。谷垣は2017年10月の 第48回衆議院議員総選挙に出馬せず、政界を引退した。2017年11月時点、計19名、内田派との重複5名、計5名、内田派との重複2名、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。